ワッテン海の南西部の衛星写真ドイツ、ビルヘルムスハーフェン付近のワッテン海ワッテン海あるいは、ワデン海は、北西ヨーロッパ大陸の一部と北海の間に、横たわる水域とそれに関連する海岸の出現の名前である。ワッテン海は、南西端のオランダのデン、ヘルデルから、ドイツの河口をいくつか越えて、北端のデンマークのエスビャウ北部のスキャリンガンまで、 全長約 500km にわたって、約1万平方キロメートルの面積に広がっており、主要な港として、東側に、ハーリン原港が、西側に、デンヘルデル海軍基地がある。ワッテン海は、中世の海進によって生じた、ゾイデル海の外洋側部分であったが、1932年に、完成した締め切り堤防によって、内陸側の愛せること分断された。 ワッテン海は陸と海が絶えず、せめぎ合うこの地の緩慢のある広大な干潟や、それより深い溝そして群島に代表される。その地形は大部分が激しい潮流によって形成された。ワッテン海は豊かな動物省潮類省そして植物省で知られている。今日、ワッテン海の大部分は周辺3カ国の協力で、 保護されており、1987年5月には約15万ヘクタールがラムサール条約登録湿地となった。オランダ、デンマーク、ドイツ政府はワッテン海の保護と保存のため1978年から共に活動している。協力は政治的問題だけでなく管理、監視、調査に及ぶ。さらに1982年に ワッテン海の保護に関する共同宣言が、ワッテン海の保護のための対等の活動と方策について合意された。1997年には、三国間ワッテン海計画が採択された。フリース人の一部は、ワッテン海で、ワドローペンと呼ばれる伝統的なスポーツすなわち、泥歩きのレクリエーション、つまり引き潮の海を歩き回ることを習慣的に行う。なお、 地名は、干潟の海の井であり、水深10メートル以内の泥海が広がる。2009年の第33回世界遺産委員会でまず、ドイツ、オランダの保国が登録され、2014年の第38回世界遺産委員会での拡大によって、デンマークの保国も対象となった。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 ありがとうございます。